どうも、体験大好きひなあられです。今回は1月21日のイベントクエストでやってきた超絶強化された主ディアブロスを体験4パーティーで買っていきたいと思います。なお今回は日々タイムアタックに情熱を燃やされているいわゆる体験の TA 勢の方々に誘っていただきました。今回の資料はタイムアタックをしているってわけでもなく、ゆるーく買ってただけなんですけど、皆さんお上手なのでもう本当に楽でした。ということで今回は体験4パーティー VS 主ディアブロス重大事変の資料を解説しつつ、笑えるシーンもあったので紹介していきたいと思います。それでは早速買っていきます。今回の装備はこんな感じです。月光山の際に火ダメのカウンターで火力を上げたいので、逆恨みの戸籍を使って有機活性や逆恨みで火力を一気に上げる構成にしています。月光山なので集中はお好みでいいですが、私の場合2が扱いやすかったです。集中なしだと火力は上がりますが、かなりプレイスキルが要求されると思います。また会心率は弱点特攻時で 95% です。五石によっては会心率を 100% にできますので、皆さんの手持ちの五石をご確認ください。ヌシニアブロス重大事変は月光山ではめ殺しにするのは難しいので、ソロであれば猫の強化方向はあまり期待できません。なので素の会心率を上げた方がいいと思います。逆にマルチであれば猫の強化方向は期待できるので、百竜体験等の高火力構成で会心率は 70% でいいと思います。会心率が 100% であればソロの場合ガルクを2匹連れていけるんですけど、睡眠武器と薬人の巻物がめっちゃ便利ですね。強化個体の主ディアブロスは火力がマジでエグいので回復の頻度が半端ないんですよね。なのでガルクに回復してもらえると非常に楽です。あとガルクを2匹とも睡眠武器にしておくと、運がいいと2回睡眠を取ってくれます。そして今怒り方向が来ましたね。混合ためリードが月光山で攻撃をします。主ディアブロスを戦う時に気をつけることは、怒り時と通常時で狙うところを変えてください。怒り時は頭の肉質の方が軟化するので頭で、逆に通常時は尻尾の方が柔らかいので尻尾を狙うようにしてください。でこんな風に地面に潜った場合は月光山でカウンターを取るようにしてください。また地面に潜ってからの攻撃は何パターンかあるので、モーションによってカウンターのタイミングを変更する必要があります。で次の攻撃に注目してほしいんですが、この角を左右に振り回すモーションは主ディアブロスの懐にいると当たらないんですよね。なので体力が食らってる時なんかは懐に潜り込むと逆に安全だったりします。そして今怒り解除ダウンが起きましたね。主モンスターは怒り状態に一定ダメージを与えるとこんな風にダウンして怒り状態が解除されます。そしてまた怒り状態になって方向してくると、この繰り返しですね。ディアブロスの体力が一定以下になると攻撃が過激になってデスロールっていう即死級の技を放ってきます。次のモーションに注目です。体をぐっとひねって繰り出してきます。これがデスロールですね。がっつり食らってど根性発動してます。デスロールは判定も複数回あるんですが、月光弾で前段を受け切ってしまうと即死です。そして厄介なのは怒り状態中に任意のタイミングでこんな風に方向を放ってくるんですよね。しかもその後に突進に派生するので注意が必要です。基本的に月光山のカウンターがダメージ源なので、混合ためぎなので間合いを調整します。でこの後酒井さんがゲモテンさんとユウさんに煽られてて面白かったので実況音声に切り替えます。あ、酒井さん、酒井さん、酒井さん、あ、おんやあれどうしたんすか。キャンパー。あー多分忘れ物したんです。忘れ物の取り方命がけやろマジ。ちなみに普段からこんな感じみたいですね。中の良さが伝わってきますね。それでは移動なのでカットします。次のモーションに注目してほしいんですけど、体をこうビタッと止めるとタックルをしていくんですね。タックルは月光山かなり合わせやすいので、尻尾とか頭とか狙ってみてください。で、カウンターを取っちゃうと体力が一気に減っちゃうので、闇雲に回復するんじゃなくて、ちゃんとブロスの行動を見た後に安全な時に体力を回復するとお釣りにくくなると思います。で、またブロスが地面に潜っていったので、月光山でカウンターを合わせるんですけど、また私にヘイトが向かなかったですね。今回は回転しながら突進する攻撃に派生しましたね。マルチだと距離を詰めるのが大変ですね。で怒り状態で頭が軟化しているので頭を月光山に狙っていきます。そしてまた怒り時の方向に派生しましたね。でこの後は突進がきます。で隙があるタイミングで体力を回復して接近していくんですけど、このタイミングで怒り解除ダウンが来ましたね。なので
怒り状態ではないので弱点の尻尾に攻撃を入れています。体力を回復するタイミングが難しいですね。体力が回復しちゃうと逆恨みが発動しないので、逆恨みが発動しないと火力が一気に下がっちゃうので、そこの扱いが難しいですね。でこの後デスロールが飛んでくるんですけど、ユウさんがわけわかんないこと言ってて個人的にツボだったので実況音声に切り替えてきます。逃げろ逃げろ逃げろ、やばい、出てくる。あ、これデスダンチャーか。デスロール、デスロール、グルグルアタックって言うんですけど、グルグルアタック、語彙力語彙力大体グルグルアタックじゃないこいつの攻撃。確かに大体グルグルしてますよね。確かに技の正式名称って攻略本とか買わない限り分かんないんで、なんか幼稚な名前つけがちですよね。でそうこう言ってると地面から攻撃をしてきたので、月光山でカウンター合わせて尻尾に当てました。弱りマークついてるのでもうラストスパートですね。最後突進攻撃をしてくるので、今後ため切りで方向を耐えていた組がため攻撃を主ディアブロスに当ててフィニッシュですね。はい、お疲れ様です。あぶれ、写真撮りましょう。はい、いかがだったでしょうか。なんだかんだみんなでワイワイやりながらやる狩りが一番楽しい気がしますね。生配信とかもやってるので、よかったら遊びに来てください。それでは今回はこれで終わります。バイバーイ。